第21回始まります。ゆりいかちゃんが里帰りしたところからスタートです。3人とも休暇ですが、高齢島に有給などはない。月月から水木金金。そんなわけでアプスの謎装置をチェックすると、何の光、ねえ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 、なんでなんでナチは来てくれたの。うるさ。それに別に別に理由なんてないし。えへへ、嬉しいな。これはもうちょっとした二人旅だよね。はあ、こんな田舎道を片道二日だよ。十分に旅でしょ。じゃあこの旅の間にナチのこといっぱい聞いちゃおう。たくさん知りたいんだ。え、嫌だよ。でも道中長いし、お話ししないとナチも暇になっちゃうよ。私は暇には慣れているからいいんだよ。それよりあとはよろしく。寝てるから着いたら教えて。お話ししようよ。もう夜か、うん、背中が痛い。で、あんたは何書いてんの。これはね、日記だよ。小さい頃からずっとつけてるんだ。ああ、あんたがたまに書いてるやつか。うん、そうだよ。この日記帳はこのお仕事を見つけた時からのものだけど、ちゃんとお仕事頑張ろうと思って。でもメモを取ってるくせに結構忘れてるよね。ちょっと見せてみ。ダメだよ。だって恥ずかしいもん。なになに、高齢と崖から落ちる、痛そうだった。はあ、そんなこと書いてるの。そんなことわざわざ書く必要ある。気持ち悪いよ、バカみたい。えへへ、やっぱりそうかな。気持ち悪いって言われて愛想笑いする方がさらに気持ち悪いけどね。やっぱり私ってずれてるのかな。バカだし、お父さんにも昔からそう言われてたんだ。でもみんなは日記に書かなくても忘れちゃわないんだよね。私はすぐに忘れちゃうから。だから大事なことは忘れないように記録するんだよ。まあそれなら別にいいんじゃない。誰だって苦手なものはあるし。でもね、日記書くのは意外と楽しいんだよ。ナチもやってみない。はあ、やらないよ。あー、でもまあ似たようなことを一応やってるか。そういえばさ、あんたこうやっていても高齢島とは一応つながっているんでしょ。え、そうだね。うん、そうみたい。じゃあさ、今この瞬間もあいつに覗かれていたりするかもね。おーい、見てるか高齢島。何やってるの。いや私もやってみよっと。やっほー、高齢島さん頑張ってますか。でもこんなことして高齢島さん怒ったりしないかな。それはないでしょ。あいつはああ見えてお茶目なやつなんだよ。確かにそうかも。高齢島さんにもお土産持って帰るから楽しみに待っててね。はい、お嬢さん方、着きましたぜ。ナチ、起きて。起きてってば、ナチ。ここがあんたんち。
なんだか元金持ちだった貧乏領主様の家って感じだね。うん。あ、ごめん。あら、お嬢様？お嬢様じゃありませんか。光栄様、お嬢様が、マーガレットお嬢様がお戻りになられましたよ。マーガレット？あんたの名前ってマーガレットなの？実はそうなんだ。へー、驚いた。偽名だったなんてね。意外とやるじゃん。ん？でも、じゃあユリーカってのは？それは、内緒。別にいいけど、あんたにしてははっきり言うね。珍しい。えへへ。よく帰ってきたね、マーガレット。それにしてもお前に仕事ができるとは驚いたよ。うせもの探しの力は使っていないだろうね。うん、頑張ったんだよ。ああ、そうか。見直したよ。で、そちらは？私の友達のナチ、ナチルって言うんだ。お前の友達？娘が世話になっているようだね。いつもありがとう、ナチルさん。いえ、私は何も。ところで、こっちにはどのくらいいられるんだい？明日の夜には出なくちゃ。そうかい。まあ、仕事が忙しいのはいいことだ。それじゃ、それまでゆっくりしておいき、ナチルさん。何もない家ですが、あなたもくつろいでいってください。こう言っちゃなんだけど、割とまともな人だね。叫びたりで暴言吐くイメージだったよ。でもあんた、うせもの探しの力は使ったらダメって言われているの？父様はあの力嫌いなんだ。ねえ、あんたピアノ弾けるんでしょ？ピアノはもうやめちゃったんだ。父様がもうやめていいって。そうなんだ。でもまだ少しは弾けるんでしょ？ちょっと弾いてみてよ。やっぱりうまくいかないや。こりゃダメだ。でもまあ、実は私弾けるんだけどね。そうなの？ナチ、すごいすごい。まあね、苦手だって思うからだよ。ほら、座って。二人で一緒にやればできるから。もう一度。早く早く出発するよ、ナチ。嫌だよ、私行きたくないし。ここは人間には寒すぎる。人が活動するには過酷すぎるんだよ。行くの？一面のマーガレット畑が見たいって言ったでしょ。いや、言ってないし。そもそもこの時期にマーガレットは咲かない。いいから、ここは一年中咲くんだって。ありえないよ、しかもこんな高地で。本当に本当なんだよ。わかったよ。それじゃあ、本当に咲いていたらあんたの言うこと一つ聞いてあげる。でも、もし咲いてなかったら、なんでユリイカって名乗っているのか教えてもらう。それでいいなら言ってもいい。やったー、それでいいよ。さあ行こう。嘘。なんで？ね、言った通りでしょ。
これ本当にマーガレットだ。なんで似ているけど別の品種なの？それともすごく土が肥沃とか？いやでもね、綺麗でしょ。それに暖かいお日様に山からの冷たい風、気持ちいいでしょ。だから私は別に外が嫌いってわけじゃ。いや本当は好きじゃなかったのかも。マーガレットなんて正直どうでもいいと思っていたけど、こうやって見るとまあそんなに悪くはないね。でしょ。何照れてんの。あんたのことじゃないし、本当にキモいよ。でもあんたの名前、このマーガレット畑にちなんで名付けられたんでしょ。ずいぶん安易だね。って、あれ？あいつ、まさかあれを私にかぶせようってんじゃ。ナッチー！もうちょっとでできるから待っててね！屈託がないというか、本当に子供だな。やっぱり根本的にあっちのあいつとは違う人間なんだ。それにしても一体どれだけ土地が肥沃だったらこんなに咲くんだろう。この土痩せきってる。ナッチどうした、マーガレット。これはなんて音？それは不協和音だね。互いに響き合わない二つの音。一緒に鳴らしちゃいけないって言われる音さ。仲が悪い音なの？そうではないよ。みんなそれぞれ役割があるからね。それに周りからは不協和音に聞こえるかもしれないけど、当の音同士には何の罪もない。兄ちゃんは好きだよ。変なの。あなた、いい加減にしてよ。我が家は学士の家系ではない。作曲の仕事ならいくらでもしよう。だが二束三文で演奏するのは我慢ならない。わかりました。では私が出て行きます。行くわよ。おい、私の息子だぞ。決めるのはこの子たちよ。お前この家を出て音楽が続けられると思っているのか。父さん、俺たちは母さんと行くよ。さあマーガレットも行くわよ。でもほら聞いてごらん。違う。ごめんなさい。何をやっているんだ。あのそんなものを使うんじゃない。そもそもお前がそんなものを使わなければ。なんで残ったのがお前なんだ。私頑張るよ。だから今日はもういい。明日続きだ。明日は頑張るからね。元気出してね。ああ、もう帰るのかい。もう戻らないと。これ、待ってくれている人がいるし。それで、次はいつ頃になりそうだい？次はわからないよ。でも今のお仕事はもう少しで終わりそうだから。なんだってお屋敷の仕事は引き続きできないのかい。お前のところの伯爵様が手紙に書いていた、ほらなんとかっていう魔女がいるそうじゃないか。
その人の元では今お給金をくれているのは魔女様じゃないよ。じゃあせめてその伯爵様のところで暮らせないのかい。住み込みの仕事くらいあるだろう。多分ダメだと思う。もう鳥羽さんって女中さんがいるし、伯爵様もあまりお屋敷にはいないし。そのなんだ、伯爵様は独り身なんだろう。お前に興味は持ってくれていないのかい。そんなんじゃないよ。そうだ、今のお前の仕事が終わる前に一度私が挨拶に出向こうか。もしかしたら私の曲を知っているかもしれないしな。国中の歌姫が歌った名曲中の名曲だ。知らないってことはないだろう。でも難しいと思う。伯爵様はそんな感じのお方じゃ。じゃあバカなお前はどうやって金を稼ぐんだ。才能もない、器量も良くない、何より頭が悪い。少しは自分をわきまえなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ピアノ下手で頭悪くて。ああ、すまないマーガレット。友人の前で。ユリーカ、帰ろう。これ娘さんにお借りしていたお金です。お返ししますので使ってください。借りていたって。君、ユリーカ、帰ろ。といったところで今回は終了です。次回、革命の日。それでは皆さん、お達者で。